河合さん、河合さん、はい、僕のパソコンメモリ8ギガしかないんですけど少なくないですか？え、 iPhone 128ギガあるんですよ。 iPhone はストレージです。ストレージ、はい、メモリっていうのは一時保管場所のことで、例えば机みたいなもので、机も広ければ広いほどいろんなものが同時に置けたりとか処理できたりすると思うんですけど、 PC のメモリも同じで、メモリが広ければ広いほど同時にいろんな作業ができて同時に処理ができるので速度も遅くならないです。でストレージっていうのはもう容量のことで、容量が大きければ大きいほどアプリとか写真動画データとか保存がいっぱいできると思うんですけれど、それがストレージです。なので結構ストレージとメモリっていうのはもう全然違うものになるので、ちゃんとここは違いを区別しておきましょう。はい、ありがとうございます。